どうも深田です。どうもマヨネサラダです。さ、焼きそば好きやからさ、俺はほんまに焼きそば好きよ、うん、これ新しく、日清焼きそばから発売されましたジャック激辛焼きそば、ハバネロわさびからし味、これをね、すごいね。これ3つ入ってるってこと、これが多分辛三冠王落合や、だからこれ落合博光や、これは激辛界の落合博光、うん、福祉の乙女落合の息子やろはい、開けて作ろうと思います。液体ソースと、うん、この激辛、大変刺激の強いパウダーですので目に入らないよう注意して開封してください。手原さん、これ前回入れたらあかんで。いやもうあかんで、そんなほんまに入れたらもう目入れたらあかんで。原さん、次からこう丹下断片みたいなやつがいいんやろ俺は。あー結構すごいな、けど前のやつよりかはちっちゃいな、やっぱりこの麺に量もあって、前これもうふりかけぐらいあったからさ。でもこれすごい、大変辛い焼きそばで小さなお子様や辛みが苦手な方は十分ご注意くださいって書いてある。量あるやんか、ペヤングの量で UFO のソースで食べたいっていうのがやっぱりある。ということで、はい、はい、オープン。平麺ですね、この UFO とちょっとちゃうな。うわっ、あ、濃いな。濃いで、うん、かな、メンチカツの匂いがすごいですね。ほら、あ、うまっそう、これそれだけで食べてみたら、すごい美味しい。あ、そう、うん、これすごいうまい。へー、あ、けどね、このソースだけでもちょっとピリリときてますよ。あ、まあまあソースやからスパイシーなのは、うん、スパイシー、 UFO よりもこのプレーンな状態でスパイシー。入れてあかんっつってんだよ。もうほんまにあかんって。うわ。お。お、あれ？あ、全然大したことないじゃんこれ。前の入れすぎた件についての焼きそばってやんか。うん、あれよりかは少ないよね。うん、匂いがすごい、でも。うーわ、すっごい匂い。複雑な匂いがする。もうこう見たらなんか前のね焼きそばみたいな真っ赤にはなってないし。じゃあいただきます、はい、正直言いますけどそんなに辛くない俺はすごい今まで辛いもんで、うん、辛いってなってたけど、うん、この全然辛くなさいもんな。激辛シリーズやったらもう結構低いっす。リーとか、うん、あの入れすぎたけ鬼辛のやつ全然辛くない。全然辛くないこれ原田が言うからちょっと間違いないと思う、うん、あの今までのじゃあ激辛シリーズのやつ URL 貼っとくんでそれを見てもらったら分かる通り俺はじゃあ辛いものはすごいあの敏感なんですが、うん、辛子の味なんで、で麺はうまいっす、さすが日清。そんなに辛くない、そんな辛くない。だからこれは辛いのが苦手な方、大御さん以外はあの十分美味しく食べれると思います。